こんにちは、山の草尾です。今回は7月25日に撮影した4種類の山野草を紹介します。キカラスウリの花です。もう11時を回っていますが、まだ花が少し残っています。こちらはつぼみのところの後ろに実のようなものがなく、スーッと細くなっています。ということはこれは雄花でしょうね。今日これから咲く花のようです。こちらは雌花の様子です。これは咲く前のつぼみ。こちらはもう花が終わりかけて、その前につぼみがあります。つぼみのうちから実の膨らみがちょっと見られます。これはまだつぼみですが、もう後ろに膨らみがあります。真ん中の雌しべのところがちょっと膨らんでいるように見えます。ガガイモの花ですけども、やっと咲き始めたばかりですね。ほとんどがつぼみのようです。によるとちょっと甘い匂いがします。ノリウツギの花です。
ネジ花です。ピントがちょっと難しいな。これこれはあまりねじれてないねじ花です。ねじれ方の形にはいろいろあります。ご視聴ありがとうございます。次回もどうぞお楽しみに。